はい、こんにちは、こんばんは、裏表です。本日はですね、こちら、ジャンプスクエア紹介していこうと思います。自分は基本その雑誌は可能な限り電子書籍で買ってますので、こちらもまあ例に漏れず iPad Pro の方で紹介となります。集英社が2007年11月の2日に創刊した雑誌ですね。まあ、ジャンプスクエアはもう名前の通りジャンプ系列なんで、そのもう大御所のもうみんながもう名前をよく知っている作家の方々がものすごくたくさん書かれていて、すごく安定した雑誌なんだなって自分は思ってます。でまあちょっとこれ目次見て分かる通りイラストがないんで、これ見てもしょうがないので、まあこの中で自分が気になるやつをいくつかピックアップして紹介していければなと思います。まずはざっと気になるやつだけいっちゃうか。まあ今ここで読まないやつが気にならないってわけじゃないですけど、まあちょっと特にってやつですね。上からいくと、まあ、乙女の腹渡後で紹介します。創世の陰陽師、これは素晴らしいですね。ルオーニケンシン、ボクサーズブラスト、他にワールドトリガー、で、あ、青のタイマシ、いいですね。終わりのセラフ、この音止まれ、ド級変態エグゼロス、あ、こじらせ百鬼ドマイナーも面白いですね。アントレスも面白いですね。って感じで、自分は結構楽しみにしてる作品が、まあ、少なく見積もって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ある。すごい。10個の漫画を自分は楽しみにしてる。あ、まあ他にも楽しみにしてるものありますけど、まあ、特に楽しみにしてるものですね。10個ある。っていうぐらいにジャンプスクエアはなんかちょっとヒットなんですよね。ということで早速その中からいくつか紹介していきましょう。まずはですね、よいしょ。よいしょ。乙女の腹渡星の色。まあこの表紙を見ても分かる通り、若干エッチい作品です。内容だと説明すると、まあ、宇宙人が日本に友好を深めに来てるってやつですね。で、宇宙人の目的は地球人の間に子供を産んで地球を侵略しようとしてるのかどうか分かんないですけど、地球人から見たら宇宙人は地球人と子供を作って純粋な地球人をなくして星を侵略してるんじゃないかっていう風な話をしてるけど、結局どこもかしこも恋愛脳でもうイチャイチャラブラブしまくってるってお話ですね。すごいなんか絵うまいんですよね。で、女の子可愛くて、で線も綺麗で、でも線が綺麗で女の子可愛い割に結構漫画らしく表情を崩してくれるので、結構自分は楽しみにしてます。まあね、なかなかそっち系のシーンも多いので、ちょっと見るのは要注意ですね。というかジャンプスクエアって結構そういうの増えましたよね。創世の陰陽師、まあちょっとこれはネタバレになっちゃうと怖いな。まあ、てかこの後もそうなんですけど、基本ネタバレはしないようにするつもりですので、まあちょっとここら辺はご安心ください。これ以上ちょっとページ数めくったりすると多分ネタバレになっちゃうんで、まあ、ちょっとこれだけでご了承ください。まあ前も紹介したような気がしますよね、創世の陰陽師は。確かしなかったっけ？いつかするって言っててしてないのかな？しなかったっけ？まあいいや。創世の陰陽師はもうとっても楽しみにしてます。まあ昔貧乏神がだったかなっていう漫画を描いてて、すごくなんていうかキャラクターが生き生きした作品を描いてて、次はどんな面白い漫画を描くのかなと思ったら、意外に結構暗い漫画を描いてたっていう話ですね。結構好きな作品です。今後がすごい楽しみです。で、皆様ご存知、ルローニケンシン、北海道編。まあ相変わらず読みやすい内容でいいですね。ただまあ、さすがに昔の味は抜けきれないような気はしますね。昔は面白かったですけど、今だと若干刺激不足って感じる人もいるかもしれないです。でも自分はすごい好きで、特に見やすいので、読みやすいので、そういう意味ですごく楽しみに毎回読んでますね。で、他には、よいしょ。あ、これいいですね。ボクサーズブラスト。この絵を見てピンとくる人もいると思いますけど、メダカボックスの作者の人です。それとか、12対戦だっけ？12対戦とか。その作者の人ですね。相変わらずこの絵がうまいんですよ。もうパッキリとした絵で、なんていうか表情もアクションも、全部すごくその完成度が高い。とても見やすいアクション、なんか臨場感のある作品ですね。とっても楽しみです。はい。まだ始まったばっかですね。簡単に言えば、世界チャンピオン、この人が素人。世界チャンピオンが素人を頑張って教えるお話ですかね。次は、ワールドトリガーですね。これはもう、ジャンプをしてる人ならば知ってるでしょう。ワールドトリガー。結構その、なんていうんですかね、宇宙を股にかけた壮大な話なんですけど、意外とその、うちわ話、学校の中での話がすごく多くて、もう正直、宇宙の話とかもう自分覚えてないですね。ただ今はちょっとその、FPS 周りにすごくなんていうか重点を置いてるんで、そっちの方に興味がある人が見るとだいぶ面白いんじゃないでしょうか。キャラクターも結構多くて、各々が個性あって、まあ、ヒーローアカデミアみたいな感じかな。キャラが多いけどみんな個性があって、で、キャラクターごとの関連性もあるから、まあ、見てて結構面白い。結構ってのは失礼だな。すごく面白い作品ですね。一からまた見直して、宇宙の話とかそういうなんか、他のなんたら星人とかの話とかを見出すともっと感情移入ができるから、そこら辺をもうちょっと見てみるのもいいかもしれないな。だいぶ長い間救済してて、救済が始まったと思ったらジャンプスクエアに移動してたんですよね。だから正直間の話をあんまり覚えてなくて、楽しいんですけど楽しみきれてないちょっと惜しい作品ですね。自分はもうちょっと作品を楽しむ努力をしてもいいかもしれません。で、よいしょ。あ、最後かな。まあ、他にもいっぱいありますけど、一旦今回紹介するのはこれでおしまいですね。終わりのセリフ。これもね、もう絵、もう1ページぐらい見せるか。この絵ですね。もうとっても見やすい白と黒のコントラストがはっきりしている。昔、紅っていう漫画を描いてましたね。それもすごく好きで読んでるんですけど、この終わりのセリフもいつまで続くんだろうなと思ったら、意外や意外、どんどん続いて、もう JC 最新巻17巻ですよ。月間で17巻まで続くっていうのはなかなか大したものじゃないでしょうか。まあ、絵がいい。あとはまあこの主人公たちと周りを取り巻くキャラクターたちがもうとても愛着が持てるので、まあ自分はすごい好きですね。あとも世界が結構絶望に彩られているのも個人的には好きです。おすすめですね。という感じで、まあざっと紹介しましたけど、まあ、なかなか1個の雑誌でここまでたくさん自分が好きな作品があるっていうのは珍しいのかなと思ってます。あともう1個あった。紹介忘れてた。青の大魔師。青のエクソシストですね。アニメ化もしたので有名だと思います。こちら初め自分好きなんですけど、惜しいなーとかいうふうな、なんか偉そうなこと思ってたんですけど、もう、連載が続けば続くほど、どんどんなんていうかシリアスになってきて、なんか結構その、なんていうんですかね、そのいろんな思惑、いろんな人の感情、歴史など、その、巻き込んだ話にどんどん発展していったんですよね。でも最近はすごい読むの面白いです。この1年ぐらい、半年ぐらい、すごい楽しみに読んでますね。正直、今から買ってもいいかもしれないってちょっと思ってます。これは今面白いと思っている中で購入してない漫画の中の購入のトップ20位以内には入るような気がします。やっぱ欲しい、面白いけど買ってない漫画で、すごいたくさんあって、その中で、候補の中に上るぐらいに自分は今すごい楽しいですね、この青のエクソシストは。もう結構長くなっちゃったから8分か。っていう感じですね。まあ、ジャンプスクエア、とてもいい作品だと思います。他には、まあ、一旦そんなもんか。あとは、まあ、ド級変態エグゼロスは結構エロいっす。女の子の絵がすごい上手くて可愛いし、まあ、エッチい方もあるので、まあ、楽しみに読んでますけど、まあ、これもちょっと見る人はちょっと要注意ですね。この作品と、さっき言った、何でしたっけ？乙女の花形か。この2個はちょっと主張は要注意です。この音止まれもすれば紹介してませんでしたね。琴のお話。これ最高ですね。すげえ面白いです。ただ自分の求めている、なんていうか、自分が絵に求めているジャンルとあまりにも違いすぎるので、漫画は買ってませんけど、ものすごく面白いです。この音止まれ。おすすめです。確かアニメ化も今期かなするんじゃなかったかな。とてもいいと思います。はい。自分アニメの方も楽しみにしようと思います。こんな感じですかね。なんか考えてみれば自分が買っている雑誌で創刊号から買ってるやつって多分これだけですね。ジャンプスクエア以外多分自分は創刊号から買うなんてことはできてないんですよ。ガンガンは確か創刊号から買ってるんですよ。でももうさすがに最近は買ってませんし、G ファンタジーも同じですね。G ファンタジーも創刊号から買ってるんですけど、もう今購入を控えてるので。で、ジャンプなんて当然自分が生まれるはるか前から連載してますし、てか、ヤングエースもひょっとしたら連載開始から買ってるのかな？ちょっと覚えてないですね。買ってるかもしれない。って感じですね。まあ、ジャンプスクエアは本当に、他にもプラチナムエンドっていうのが、今回は入ってませんでしたけど、小畑武史さん、光の碁とか、デスノートとか作者の方の漫画もやってますので、そちらも絵がすごい細かくておすすめですね。以前はですね、こちらでその D グレーマンもやってたんですけど、D グレーマンがジャンプスクエアクラウンの方に移ったんで、まあ、その時はクラウンも買ってたんですけど、さすがにジャンプスクエアとジャンプスクエアクラウン両方買うのは大変かなと思って、一旦自分はこのジャンプスクエアの方に絞ってますね。まあ、とっても面白いです。すごく好きです。ということで、今回はこの辺ですかね。それでは、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。